負け方、ヤクルトさん6点ぐらい負けてください。はい、それでは今日のキャサポ3回裏、坂倉選手のスリーランホームラン。はい、もうね、ここに尽きるんじゃないですかね。福谷教授も大野くんも、今年ここまでね、去年に比べたら、やっぱり良くないですね。でもまあそこまで悪い感じはしないんですけど、まあ何よりもね、点の取られ方と、点を取られるタイミングが、とても良くないですね。まあなんとか休暇中に、きっかけをつかんでほしいと思います。はい、以上。昨日被安打12の6失点、今日被安打15の8失点。まあ今のドラゴンズは先発が崩れたらそれを跳ね返す力はないっていうのがまあ現実なのでね、やっぱり後半戦上がっていくためには、教授と大野くんの力がどうしても必要なので、まあ、さっきも言ったんですけど、なんとかねきっかけをつかんでほしいなと思います。はい、実は昨日も今日もラジオなんですよ。なのでプレー見てないのでよくわかんないです。ただ実況の人も解説の人も、ネオ君の守備をすごい褒めてましたね。ちょっと実際見てないんで何が起きてたのかっていうのが目では見てないんですけど、でもきっと良かったんでしょうね。はあ、前半戦最後のカードを気持ちよくいい感じに終わりたかったんだけどな。まあでも単純に力負けだよね、昨日も今日も。よく打ちますわカープ打線。まあもうこうなってくると明日だよね。三立て食らって長期休暇とかマジで鬱になりそうなんで本当にやめてください。頑張って勝って明日は。せめてね3戦目ぐらい、いい形で勝って、後半戦に、期待を持たせてほしいですね。この間の動画で、ネオ君の2番は納得ができないっていう話をして、それに対して、なんでですかっていうコメントをもらっていたので、ここでねちょっとお答えさせていただきたいと思います。まあネオ君が嫌いだからとかはもちろん1ミリもないです。ただ今のネオ君に上位打線を打てる力量はあるのかって言ったら、私はね、ないと思います。クリーンアップにつなぐ重要な2番っていう場所で、三振は多い、バントは苦手、小技はできないっていう風になったら、ひたすらね率を残してもらうしかないですよね。2番において結果が出なければ、きっとね今よりも批判の的になると思うし、ね、まだまだ、自分のポイントで打つことを、訓練している、段階の選手にそんな重荷を背負わせていいのかなと、私は思ってしまいます。はい、あくまでね私の意見ですけどね。だから7番8番あたりで使ってほしいなっていうわけでした。まあ日々成長してるんでね、もちろん、早く上位を打ってほしいっていうのが本音です。頑張れネオくん、そして頑張れドラゴンズ。はい、それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。解散。
空にこだまする竜の叫びを耳にして、戦う中日夢強く僕らをじんとしびれさす、いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。僕もあなたも願ってた、祈る気持ちで待っていた、それは一言優勝だ、与田監督の胴上げだ、いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。